というわけでですね、始まりましたグダグダチャンネル、カズチャンネルへようこそ。というわけで今日はもう企画が行き詰まってるんで、企画会議をしたいと思いまして、スタッフとともにこれからどうするか、何をやるか、俺が何をやりたいのかということで話し合いたいと思います。まず編集マン長谷川、はじめまして、おっ、長谷川です、よろしくお願いします。編集を担当してます。いつもふざけたことをやってますけどまあ番組自体がふざけてるからしょうがないけどな。というわけで、あとはカメラマン山口、よろしくお願いします。おっ、お邪魔します。アイオン、アイオン、お疲れ様です。お疲れ様です。どうする、いやー、そうしましょう、なあ、協定もさ、のんべも開けられて、開けられてがいないのかもわかんないけど、そうですね、うん、硬いな、お前ら。いや緊張しますよ、初めて出演ですからね。うん、自宅に入ると、はい、慣れてないのでね、こちらの慣れてない2人ね、はい、で、出演は慣れてないのでいいんじゃん、たまにはこういう、なんていうの、このダラダラ感っていうかさ、楽しい、だから本当に企画を考えなきゃいけないって時期に来てるじゃん、はい、YouTube チャンネルということで、うん、その部分に関して俺がやりたいものっていうコンセプトで始まった企画なんだけども、うん、何をやりたいかっていうことを聞こうかなと思って、はい、うん、じゃあまず長谷川、はい、カズさん映画監督ってことで、お、やっぱ演技に関してとかは視聴者さん見たいのかなっていうふうには思いますね。 YouTube で、 YouTube で、うん、ドラマじゃなく、ドラマじゃなく YouTube を通じて、うん、うん、カズさんの演技とかを見たい視聴者さん、ファンの方っていうのがいらっしゃるのかなっていうふうには自分は感じます。うん、なんだお前、固いな、固いっすね、固いっすね、お前感じます感じます。ねえ、山ちゃんは、まあ、僕も長谷川さん若干重複するんですけど、うん、やっぱドラマ、うん、を作るところ、裏側みたいなところもあったらいいかなと思っていて、で今最近ショート動画とかめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。あ、そうなの、はい、あの、うん、TikTok とか YouTube ショートとか、うん、なのでそれを使ってショートドラマを作るっていう企画をやったら面白いかなと思ってるんですよ。あ、ショートドラマ、はい、でも毎回毎回ゲスト呼んだら金かかんぞ。確かに YouTube ってことに関してみたらもうなんか普通の SNS の動画って、うん、くくりがあるじゃん。でもお芝居お願いできますか、うん、って言った時には、だって俺だってどんな実習映画出ても100円欲しいもん。100円でいいんですか。100円でもいい現場もあるよ、いくらでも。だって、あ、求められてるんだな、この人間たちには求められてるんだ、いや、ギャラいらないよとは言わないけど100円でもちょうだいって言ってやっとけばいくらでもある。あ、だって金もらうのがプロだから、自分たちだってそうでしょ、うん、うん、もう自分的に自主的に参加したいと思ってても100円でももらえばプロだからさ、うん、1円でもね、うん、それが僕らの定義だよね。じゃあそのショートドラマやるとして、うん、その演者さんっていうのは必ずしもプロじゃなくてもいいってことですか。あ、ショートドラマで、はい、あ、例えば YouTube でってこと。そうです、そうです。面白いじゃん。いや、僕それ思ってて、うん、ショートドラマで、うん、その有名な役者さん呼ぶのも面白いと思うんですよ。めちゃくちゃ面白いと思うんですよ。ただ、うん、まだ芽が出てない役者さんも一緒に発掘しながらショートドラマ作るっていうのはめちゃくちゃ面白いかなと思ってて。面白いじゃんそれ面白いじゃん。よくないですかそれ。何が、うん、新しい芝居とか何が新しい感覚とか、要は役者って人間って世代でどんどん芝居って変わってくるから、はい、現代の中で芝居してても若い人間と芝居するのものすごい楽しいの、ね、
こういう感覚で思ってるんだ、こういう感覚で来るんだ、それはやっぱジェネレーションギャップっていうのはもちろんあるじゃん、はい、例えば山ちゃんも20代だし30代だし、ここのジェネレーションギャップもあると思うね、うん、この戦いがやっぱり役者っていうことに対してすごく面白いから、いいね、めちゃくちゃ良くないですかそれ。これちょっと思いついたんだけど、はい、俺も60近くなって芝居っていうことを見つめ直したいっていう時期があって、うん、新しい人間と芝居をしたいっていう、新しい人間でプロじゃなくても、はい、何でもいいんだけど、だからこの番組ってさ、俺のやりたいことをやるっていう番組だから、そうですね、素人の人でも誰でもいいんで、もし俺と芝居したい人いれば本気で募集しない？おお、面白いかもそれ、うん、ね、うん、それを撮る、うん、そして映画調に編集する、私が、お前が、私が、うん、はい、お前が大変になる、でも長谷川さんが大変になっちゃう、そう、うん、その映像をその本人たちに見せるってことってそれはそれで喜びになるのかなとも思うし、うん、ね、だからそれを撮って自分で見るっていう喜ばしい感覚を、例えば役者としての喜びというものと同じものを味わわせてあげたいな、素人の人にと思って募集します。僕とね、その代わり僕以外にも出るかもしれない、新しい概要欄ができました、そこにメールなりプロフィールなりを送ってください、芝居しましょう。いや、なかなかない機会ですよね、うんうん、オーディションじゃないです、僕と芝居したい人を集めるだけ、どういう、めちゃくちゃいいですね、めっちゃいいですね、僕も出たいですもん、やれるのか、おい無理っす、やりますよやります、やる、2人でやるのか、カメラマンも一緒になるほど。誰かいないですかね。なあ、うん、はい、私、芝居やりたいです。山ちゃん、ちょっと変わって、すいません、ちょっといきなり、まあ、いきなりですか、それ、そう、いたよこの人間、ね、いや、なんだなんだ、だって、やりたいんですよ、芝居を、ど素人ですけど、今いくつ、今、今年で40になりました。あ、40か、はい、42です、まだまだ42です、はい、でも本当に、ぜひ、縁がありましたら、だからここは前もって、はい、あの中野秀夫との会の YouTube でお世話になった、はいはい、使って居酒屋徳弘さん、はいはい、でここで飲んでて企画打ち合わせをしてる時に、はい、今日急に収録になりました、はい、そしたら急に出たいと、出たからですよ、芝居できる自信ありますか？ありますよ、当たり前じゃないですか、なかったらそんなこと言いません、俺だぜ、頑張ります、至らないところはぜひカズさんに教えていただいて、いや教えない、じゃあ盗みます、芝居なんか教えるもんじゃないから、盗みます、はい、いけんの、頑張ります、いけんの、はい、でその後は、その後はやっぱり銀幕デビュー、いや素人なんで、いや素人なんで銀幕デビューっていうのはなんかやっぱり響きがいいっていう僕の中のイメージで、はい、はぁ銀幕デビューです、やっぱり目指すは、そうなん、そうです、うちの母親がやっぱり蒲田行進曲っていう番組を見て、うん、僕が本当子供の頃見てて大泣きしてたんですよ、うん、僕はそれを見て全然分かんなかった、なんでこんなんで泣いてんのかなと、うん、でも大人になって見た時にわーっともう自然と涙がこぼれてたんですよ、熱いね、その瞬間に僕やっぱ銀幕デビューした後は店辞めんの？いや店ももちろん同時進行でっていうのはもう僕のねわがままかもしれないけど、あそのつもりでやりたいです、は？はって言われるかもしれないですけど、でもこれ本気のやつなんで、というわけでタケちゃん、はい、テストケース第1弾、はい、
ぜひぜひ本選来る？行きたいです。 OK というわけでね、いろんな若い人の芝居のエネルギーをもらいたいんで、はい、僕と芝居しませんか？募集してます。